SCP-738-JP の一例のスクリーンショット。アイテム番号、SCP-738-JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-738-JP の発信源の特定の試みは現在も続行されています。SCP-738-JP 専用のウェブクローラーを用いて SCP-738-JP を発見次第削除してください。これに携わる職員は女性で構成されます。SCP-738-JP A は SCP-738-JP B と共にサイト8119の計以上人型収容室に収容されます。SCP-738-JP A は E クラス職員として財団で異常物体に接触しない範囲での業務を務めさせます。また申請があれば8時間以内の自由行動も許可されます。SCP-738-JP A は SCP-738-JP B への定期的な精液の提供が義務付けられています。説明、SCP-738-JP は乱雑に丸められたティッシュペーパーの画像です。SCP-738-JP はインターネット上に不定期に発生します。保存された SCP-738-JP もオリジナルと同一の異常性を有します。SCP-738-JP を目視した男性、以下 SCP-738-JP A に異常性が発現します。SCP-738-JP A は SCP-738-JP を自身が性的興奮を覚えるものと認識します。SCP-738-JP A が SCP-738-JP を使用して G を行い射精した場合異常性は次の段階へ進みます。射精をして後、6週から吐き気、嘔吐、唾液の増加、全身倦怠感、頭痛、眠気などの症状が発現します。この症状は12、16週頃まで持続します。またこれと共に SCP-738-JP A の腹部が徐々に肥大化します。これは SCP-738-JP A の腹部に身元不明の精液が発生することで起きています。射精から約320日が経過すると SCP-738-JP A の肛門から腹部に溜まっていた精液で構成された人型実体、以下 SCP-738-JP B が排出されます。この際 SCP-738-JP A の肛門が無理に拡張されるため、排出には激しい痛みが伴います。SCP-738-JP B は人の男性の新生児の姿で排出されます。SCP-738-JP A は SCP-738-JP B に対して強い愛情を感じます。また SCP-738-JP B は SCP-738-JP A の精液を摂取することにより形態を徐々に一般的な人の成長を模すように変化します。この変化に必要な精液は SCP-738-JP B の大きさに比例して増えていきます。またこの事実を SCP-738-JP A は本能的に理解します。SCP-738-JP B は SCP-738-JP A の精液を摂取しなければ衰弱しながら縮小していきます。SCP-738-JP B は各器官を持たないにもかかわらず視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚を有しています。SCP-738-JP B はその時点での形態に準ずるほどの知性を有しています。SCP-738-JP B は発話能力を有しておらず、コミュニケーションの手段としてはジェスチャー、また知能によっては筆談を用います。SCP-738-JP B は SCP-738-JP A を父親であると認識しています。インタビュー記録、対象、SCP-738-JP A 1。インタビュアー、研究員。記録開始、2000年月日。ではインタビューを開始します。おい、それよりもあの子は大丈夫なんだろうな。
何かひどいことしたらただじゃおかねえぞ。SCP-738-JP-B-1 については、その変な呼び方はやめろと言ってるんだ。対象は激高する。あの子には立派な名前、通名前があるんだ。申し訳ありません。くんもぐりは保証します。決して害することはしません。5秒間の沈黙。まあ、今は信用しよう。俺の方も悪かったな。いきなりこんなとこに汽笛が立ってたんだよ。侵入を察しします。それで SCP-738-JP-A-1 あなたが、くんを産む前の行動を教えてください。産む前と言ってもなあ、どこから話せばいいんだよ。それではこちらの画像に見覚えはありませんか。SCP-738-JP の一例のスクリーンショットを見せる。ん？あ、これどっかで見たことあるなあ。15秒間の沈黙。思い出したぞ。確かエロい画像を集めるスレとかそんな感じのもので貼られたやつだ。いや待てよ。なあ、本当に言わないといけないか。お願いします。口外はいたしません。そこまで言われてしまっては。10秒間の沈黙。それでその後まあ、しこったんだよ。深くうなだれる SCP-738-JP-A-1。どうしました。SCP-738-JP-A-1。いや、よく思い出せばなぜかそのティッシュの画像でしこる自分も思い出してな。まったくもって意味がわからない。俺にそんな性癖なんてないのに、なぜ俺はあんなのが最高にエロい画像だと思ってたんだ。30秒間の沈黙。いや、もうこの話は予想。思い出すだけで頭が痛くなる。んでその後はすぐ寝たな。それでその時は何ともなかったが1ヶ月とちょいぐらいかな。たった時からすげえ気分が悪くなってきて、ひとまず会社には連絡して寝たね。しばらくしたら治ったんだけどその後もたびたび気分が悪くなるし、なんかお腹もどんどんでかくなるし、医者に行っても全然わからなくてさ。もうどうしようもないから仕事を辞めてずっと家で療養することにしたんだよ。なるほど、その療養中に、くんを出産したということですか。ああ、確か9、10ヶ月ぐらい経った時かな。尻に違和感を感じてトイレに行こうとしたら激痛が走って、あれは何時間ぐらい経ってたんだろうな。もう痛みが強すぎてそれどころじゃなくてな。ずっと今でうずくまってたらすっと痛みが消えたんだ。何事と思って振り返ったら、が生まれてたんだ。そりゃ真っ白な赤ちゃんがじわから出てきたんならびっくりするよな。でもな、やっぱり自分がお腹、いや尻か、を痛めて産んだ子ってのは可愛いもんなんだよ。それでとにかく服着せてあげないとと思ったがあいにくうちには赤ちゃん用の服なんてない。だからとりあえずタオルで巻いたんだ。わかりました。それでは、くんとの生活面について教えてください。特にあの栄養摂取の方法はどのようにして知ったのですか。知ったっていうか、普通の母親と赤ちゃんならおっぱいをあげるだろ。でも俺は男だからさ、どんなに絞っても母乳は出ない。その代わりに精液なら出せる。そういうことだ。なるほど。それで、くんとの生活はどのようにされていたのですか。そうだな。いくら俺にとっては可愛くても、は普通の子じゃないからな。外に出たら大騒ぎになることはわかりきってる。だからかわいそうだけど家でひっそりと暮らしていたな。ちょうどその頃にはなんとか元の会社にも戻れて生活も安定してたから。まあ結局こんなよくわかんない組織に捕まるんだから人生ってどうなるかわかんないんだけどな。なあ、俺と、は元の生活に戻れるのか。残念ながら元には戻れません。しかしここの中での生活は必ず保証します。幸いあなたと同じような方を数人ほど確保しているので、おそらくはその方たちと同じような生活をしていただくことになると思います。俺と同じようなのがいるのか、それは朗報だ。パパ友ってやつかな。記録終了。